シャープはきょうテレビ向けの大型液晶パネルを製造している大阪堺市にある工場の生産を今年度の上期中に停止すると発表しました生産を停止するのは完全子会社堺ディスプレイプロダクトの工場ですこれにより国内でのテレビ向け液晶パネルの生産がなくなる見込みですただ液晶パネルを供給する取引先への影響が大きいため 今年度の上期中に段階的に停止して、停止してゆく方針です。またシャープは中小型液晶パネルを生産する三重県の亀山工場や三重工場で。生産規模を縮小する方針を示しました。 同時に発表した2024年3月期の決算で最終損益が1499億円の赤字と2年連続の大幅な赤字となっていて液晶事業を縮小することで財務基盤の改善を急ぎたい考えです。